アブーハニーファは、スンナ派のムスリムの神学者、法学者である。後に、スンナ派四大法学派の一つ、ハナフィー法学派の名祖となった。アブーハニーファは、イラク地方クーファで生まれ、両親ともムスリムであった。若い頃に、ヒジャーッツ地方で留学した。法学者として巧妙になるにつれ、法学者個人の推論に重きを置くようになった。神学理論においても、 同様の傾向が見られ、アブー・ハニーファの神学理論を報じる一派は、後にマートリーディ派という、正当派すんな派神学学派の一つを形成した。なお、シーア派においても、アブー・ハニーファの思想が高く評価されることがあり、特に、ザイド派にはその傾向が強い。イスムやナサブも含めた名前は、アブー・ハニーファ・ヌーマーン、ブン・サービト、ブン・ズーター。 ブン・マルズバーンと言い,い、特にスンナ・ハムスリムの間ではしばしば尊敬の念を込めて、イマーム・アブー・ハニーファ、イマーム・アーザム、スイラージ・アー・インマと呼ばれることがある。アブー・ハニーファの少なくとも、父敬の先祖は、その名前から、イラン系であったと推定される。イスラーム法学関連の文献で見られるアブー・ハニーファの名前は、上日のように、アブー・ハニーファ・ヌーマーン、ブン・サービと。 ブンズター、ブン・マルズバーンである。11世紀の歴史家、ハティブ・バグダーディは、イマーム・アブー・ハニーファの孫、イスマー・イール・ビン・ハマドは、アブー・ハニーファの名前を、サービト・ビン・ルーマーン、ビン・マルズバーンとしたと記すとともに、アブー・ハニーファが、ペルシア帝国人の末裔であると主張している。アブー・ハニーファの名前に、複数の文献館で不一致が見られることについて、少なくとも、 イスマー・イールが伝えたアブ・ハニーファの祖父と曹祖,祖父の名前に関しては、祖父、ズーターがイスラームを受け入れるにあたって、アラブ名を採用したためと考えられている。祖父の名前、ズーターはイラン系人の名前である。曹祖,祖父の名前、マーフはペルシア語で天体の月を意味する。また、曹祖,祖父の別名、マルズバンがサーサーン・アサにおける。 地方大使を表す称号であるため、アブーハニーファの父兄先祖はイラン系、しかも高貴な家柄であったと考えられている。アブーハニーファは、ウマイヤ朝のカリフ、アブドゥルマリクブン・マルワーンが支配していた頃のクーファに生まれた。その父、サービト・ブンズーターは、カーブル出身の商人で、息子が生まれた当時、40歳であった。祖父、ズーターは、 カーブルから奴隷として、クーファにやってきた後、解放されて、アラブのタイム部族の霊属非五民になった人物である。バグダードにあるアブー・ハニーファ・モスク。アッパース朝カリフのマンスールは、アブー・ハニーファに、司法長官のポストを用意し、西暦763年にその旨を打診したが、アブー・ハニーファは誇示し、王権に依存しないことを選んだ。アブー・ハニーファはこの時、 自分はこの職に向いていないとマンスールに答えた。自らの発案を拒否されたマンスールは激行し、お前は嘘をついているとなじった。アブーハニーファはこれに答えて、私が嘘をついているとしますならば、私の主張は二重に正しいことになります。殿はどうして嘘つきに司法長官という輝かしい役目をお与えになろうとするのですかと言った。この返答は激林に触れ、 マンスールは、アブー・ハニーファを捕らえさせた上、牢獄に閉じ込めた。それでも、牢獄を訪れて、アブー・ハニーファの教えを行う方学者が絶えなかったとされる。西暦767年に、アブー・ハニーファは告死する。どのようにして亡くなったかは判然としないが、マンスールに対する武装放棄を示唆するファトワーを、アブー・ハニーファが出したため、マンスールが毒殺したとする説がある。 同じ牢獄には、ユダヤ教の一派、カライ派の創始者であるアナーン・ブンダーウードが繋がれており、アブー・ハニーファは、彼が助かるためには、法廷で何を言えばよいか、方作を授けて命を救ったと言われている。アブー・ハニーファは、バグダードの一が行く、アザミリ役に葬られた。ハティブ・バグダーディによると、アブー・ハニーファの葬儀には五万人以上の人が集まり、押し寄せた群衆のために、 埋葬の直前に行われる儀式が6回も繰り返されたという。また、埋葬後、葬儀の参列者が哀悼の祈りを捧げる儀式がすべて終わるのに要した期間は20日間であったという。アブー・ハニーファの墓の周りには、ブワイフ長の頃、1066年に巡礼に訪れる者たちのために、クッパーが建てられて、母病建築化した。当該墓病は、1508年に、 サファビー城のシャア、イスマーイールにより、一度破壊され、その他にもアブドゥルカーディル・ジーラーニーの墓など、スンナ派の信仰を集めていた、聖者病や、学者病も同時に荒らされた。その25年後、オスマン帝国軍がバグダードを征服すると、スレーマン大帝はこれらを再建した。21世紀現在のアブハニーファの墓は、アブハニーファモスクという宗教複合の中心を、 なしている。アブーハニーファの墓、アブーハニーファは自ら著作を書いていない。アブーハニーファの発言の記録としては、次のものがある。思考の法学という書の著者は、アブーハニーファに返せられているが、エイジェン・ウェンズウィック、ズベール・アリザイが疑問を呈している。アブーハニーファのイスラーム法学基礎論において、法発見の根拠とされるものを、重視されるものから順に並べると、 次のようになる。クルアーン、ケ事ジハディスマイナス予言者の現行イジュマー、信者共同体の合意キアース推論イ,イスティフさんン、法学者個人の見解ウルフ監修観光、地方社会において、起きと呼ばれているもの当時の法学者の大多数は、キアースの発展とその適用範囲の拡大を認めていたが、これを法理論上の道具として確立したのは、 ハナフィー法学派の知的栄意がもたらした結果である。アブー・ハニーファ以前の学者向きアースを用いていた可能性は高いが公式にイスラーム法に組み入れたのはアブー・ハニーファが初めてとされる。ハナフィー法学派が住民の最大多数を占める地域が青緑色で示されている。トルコ、中東の北部、エジプトの大部分、中央アジア。 インドは大陸のほとんどがハナフィー派を報じるムスリムの多い地域である。8世紀前半のイスラーム教の神徒集団からは、ハワー・リジュ派やシーア派といった少数派が分離していった。少数派は独自の教理や規範を確立し、ウン馬の多数派を批判した。アブー・ハニー派、アブー・ユースフ、シャイバーニーといった学者は、これらの批判に反論する形で、少数派と比較して遅れていた。 多数派の教理や規範を整備していった当時の多数派の裏側の一人である。教理や規範を整備し確立した多数派はスンナ派と呼ばれるようになる。また、スンナ派の宗教的規範は教義のフィックフとして学問分野化する。アブーハニーファから始まるスンナ派の方角には、その後、マーリク、シャーフィー、ビブンハンバルといった改革者が現れる。彼らの説を報じる。 物たちはそれぞれ分派を形成し、残った方角派をハナフィー方角派とみなし、互いに存在を認め合ってスンな派四大方角派が成立する。アブー・ハニーファが整理した正統派距離は、アブー・ム・カーティル・サマル・カンディやアブー・ム・ティー・バルヒーのような中央アジア出身者に伝えられ、後に中央アジアでマートリーディ派の進学に影響を与えた。 データの取り方にもいろいろあるが、ある統計によれば、伝統的なイスラーム教徒の45%が、ハナフィー派に属すとされる。アブーハニーファは、イスラーム文明で非常に偉大な法学者の一人であり、全人類を視野に入れた場合でも、最大の法思想家に数えられることもある人物である。法学、法思想論以外にも影響を与えており、特に、イスラーム神学への影響は甚大である。 その生涯を通して最高の規範となる法学者であると人々に認知されてきた。学派外の者たちにも素晴らしい業績を残し、驚くべき金欲さで謙虚な人柄であったと考えられている。アブーハニーファが批判されることもある。ザーヒーリー派法学者のイブンハズムによれば、スフヤーン・ブン・ウヤイナは、アブーハニーファ、バッティ・バスリー、マーリク・マダニーが手を加えてしまう前には、 人々の間の問題は、調和が取れていたのにと述べたとされる。また、ハンマード、ブンサラマも、アブー・ハニーファを非難している。その他、ブハーリーは、アブー・ハニーファの伝えたハディースを不良と判断している。ティルミズイーによると、アフマド・ブン・ハンバルは、不良のハディースでさえも、アブー・ハニーファの乱よりましだと述べたという。アブー・ハニーファは、ムスリム共同体の歴史上、予言者、 ムハンマドの没後に生まれ、スンナ派のハディース陸書が成立するまでのハザ期の時代の人である。アブーハニーファはタービウーンの一人であると考えられている。その根拠は彼がアナスブンマーリクを含む少なくとも4人の共有にあったことがあり、彼らから預言者の原稿を伝え聞いたとされることにある。ただし彼は幼い頃に6名前後の共有にあったことがあるのは確かだが、 ハディースを直接、伝え聞いたことはないという説もある。アブー・ハニーファは、預言者ムハンマドが亡くなった時から67年後に、誕生しているので、ヒジュラ歴93年に亡くなったアナス・ブン・マーリク、同100年に亡くなったアブル・トゥファイル・アミール・ブン・ワシーラは、アブー・ハニーファが成人した頃には存命していた。有名人の伝記や噂話を集めた本、ハイラヒサーンによると、 アブーハニーファは16人のサハーバに会ったことがあるという。しかしながら、ハディース現象者としての評価は、上実の通り、かんばしくない。ありがとうございます。